主の平和があなた方と共に。主の平和があなた方と共に。では、ご挨拶しましょう。おはようございます。キリストの平和がいつも私たちと共にありますこと、私たちはそれにこう気づかないで過ごしておりますが、今日は皆様ご存知のように、日本にとっては忘れてはならない、3つの日のうちの1つで、今日は長崎に原爆が投下されたその時ですね。本当に、今日のちょっと朝日新聞の天地人のところで、天地人は東日報か、コラムを見ておりましたら、とても心に迫るようなことが書かれてありました。この原爆を投下するにあたってのですね、さまざまなそういう決定とかですね、事柄をこう考えさせられていきます。考えてみたら、そうですね、私たちこの原爆投下する人たちも、きっとまた作った人たちも祈りながら作ったのかな、祈りながら投下したのかな、なんかそんなことをですね、そして戦勝を記念するために国中が祈ったわけですよね。教会もまたそれに応じていった、改めて神様の お心がどこにあるのか、私たちはしっかりとそのことをですね、問いながらの日々を過ごしていきたいものです。一言お祈りをさせていただきます。愛と慈しみの神様、あなたは私たちに今日のこの日をお与えくださいました。それは私たちがあなたを仰ぎ、あなたを賛美し、そしてあなたの御心を行う、そのためにあなたがお与えくださった日です。そしてまたこの日曜日は主の復活を記念する、その祝福の時でもあります。その時に私たちは今、長崎、広島、そして、さらに敗戦の記念日のことも覚えています。どうぞ私たち今この時、あなたご自身の御心がどこにあるのか、人は本当に愚かなもので、自分たちの思いが実現することが私たちの祈りだと、そんなふうに勘違いをしております。ですから戦争に勝つために、またさまざまな殺戮の、そしていろんな作戦を立てるときに、おそらく祈ったであろうそれらのことを今ひとたび思い起こさせてくださって、神様、私たちの祈る祈りが自らの思いを祈ることではなく、あなたの御心を心として受け止める、そのようなどうぞ営みであることができるように、私たちをこれから、どうぞこの教会をこれからもお支えくださいますようにお願いいたします。みんなの上にあなたの祝福が、世界の上にあなたの平和がもたらされますように、この時代のただ中にあって、主よ、私たちが今求められていることがあると思います。主よ、一人一人が与えられたその場で、あなたの御心を、この教会があなたの御心を生きることができるように、どうぞ上よりの力を、またあなたの御心を信じる信仰をお与えくださいますようにお願いをいたします。私たちの救い主、主キリストイエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ということで、さあ私たち毎日ね、なんとなくまだまだですね、少し閉塞感が充満しているかのような日々の中ですけれども、しかし
いつもどんな時にも四方が八方塞がりでも天の窓は開いている、そのことをですね、私たちはしっかり心に留めて、そして神様の御心を歩んでいきたい、そんなふうに思います。聖書は私たちに直線的にですね、祝福の真っ只中をというような人生を約束していないように思いますね。自分でこうなったらいいのに、皆さんたちも自分の今までの人生のこと、私たちはすぐ忘れてしまいますけれどもですね、あの時あのことがこうでこうで、いろんなことを思い出すだろうと思いますね。そしてどうでしょうか、そのようなこう一直線の人生を歩んできたでしょうか。そして一直線の人生を歩んできたと思う、そういう中で非常なさまざまな問題がですね、歴史上の大変な事柄も起きてくるということも私たちは知ることができます。聖書は私たちにその直線的な人生ではない、そのような歩みの中にではない、確かな祝福の人生を与えていてくださるということを心に留めていきたいと思いますね。で、聖書はそのようにしても創世記の方から、みんなそうなんですけれども、創世記の一番最後を締めくくるのはですね、ヨセフ物語ですね。37章から50章までという非常に大きなスペースを割いてですね、ヨセフ物語が、皆さんたちヨセフの物語を思い出すことがきっとできるだろうと思いますね。ヨセフさんってどういう人だったかって、かなりのね、問題児だったということはですね、皆さんたちもよく知ってると思いますね。そしてお父さんお兄さんを裏切ってですね、そして今度荒野に逃げて、そこで石を枕にして、逃亡先で石を枕にして、そしてその寝ている時に天使たちが自分のところに上り下りするのを 見たという夢を見たということは皆さんたち知っていると思いますね。それがあの有名な死を身元に近づかんという賛美歌になっているわけです。そして彼はそのようにしてですね、逃亡していくわけです。そしていろんなね、ヨセフ、失礼しました、ヤコブのところで、ヨセフのお父さんの話がそうですね。そして今度その息子の、ね、ヨセフになってくると、またね、お父さんの血筋を引いたといいますかね、なかなかね、弟はお兄ちゃんとの間に軋轢が生まれまして、そしてですね、お兄さんたちがもう嫌で嫌でしょうがなくてですね、どうしたかっていうと、エジプトの大将にですね、売り渡すわけですね。殺すまではちょっとやばいだろうっていうので、渡すわけで、そして彼はエジプトに売り飛ばされる、ね、そしてそこでということで、お話しするともうそれだけでね、全部終わってしまうような、そしてさまざまな中で彼はですね、牢屋にも入る、そして裏切りにも会う、そういう中で、彼はどうなっていくかというと、エジプトの総理大臣にまで上り詰めていくという、奴隷がね、総理大臣に、で考えてみたら、そのどこも抜けたら彼がエジプトの総理大臣になることはできなかったし、そしてあのイスラエルの民が延命できるというところは何にもなかったわけ。私たちの人生で、私たちはね、あれがなければよかったなとかね、あのことがあったからっていう、そういうことを私たちはよく思ってしまいますけれども、そうではないんですね。そのことの一つ一つの中に神様の守りがあるということを私たちが信じるところに私たちの信仰があります。ですから最後に今度お兄さんたちがですね、ヨセフのところに来まして、そしてこの食料を分けてもらう。ヨセフだとは知らない、しかし総理大臣であったヨセフはですね、彼らのために食事の席を整えてですね、あなたはここに、あなたはここに、ここに座りなさいというふうにして順番にこう座らせていく。
そして食事をするんですが、その時にヨセフはですね、たまらなくなって言うわけです。私はあなた方にあのエジプトに売られたヨセフですという告白をしますね。彼らはびっくりするわけですね。自分たちのした行いをですね、もう本当に後悔したでしょうね。もうこれでダメだ、こういうふうに思っただろうと思います。しかしその時に彼が言った言葉はですね、恐れることはありません、私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民を救うために今日のようにしてくださったのです。皆さん、私たちはこのヨセフの物語だけではなくてですね、聖書のすべての中からこのメッセージを受け取ることができます。で、聖書は幾重にもですね、私たちがね、私たちに直線的な祝福ではなくて、どんな時も変わることのない神様の恵みが注がれているのだということ、そのことと出会うことを聖書は私たちに語っているわけです。ですから、こんな人生、こんなことがあったから私はこういうふうになったという、特に私たちは福音書を通してイエス様と出会っていきますときにですね、皆さん本当にイエス様と出会った人たちはどんな人たちであったかといったら、本当にこんなことがなければね、もうちょっとまともな生活をできればって、そんなふうに思っていたに違いない人たちがイエス様と出会っていく。私たちはそのことを考えていきますときにですね、聖書というのは私たちのこう価値観と違うことをね、私たちに伝えようとしているんだな。大切なことは今ここに主が共にいてくださるということを私たち、ですから聖書の中にですね、ヨハネの中にですね、サマリアを経ざるを得ずという、サマリアを通らないではいられなかったという、そういう言葉があります。そしてイエス様がサマリアに行って、そしてあのサマリアの女と出会う記事がありますね。で、このサマリアの女というのは、まあいろんなことがあった人でした。皆さん、私たちにイエス様でさえそうでした。こっちに行こうと思ったけれども、しかし今神様の、ですから聖霊の導きによってと、私たちはですね、パウロもですね、あの伝道旅行をした時にね、行こうとしたところは阻まれてですね、そして違う場所に行ったということがですね、書かれてあることを知るだろうと思います。皆さん、私たちは私たちの思い通りにいかない人生、それがですね、不幸な人生では全くないということを、私たちはしっかりとですね、心に留めていきたいのですね。そして今日お読みいたしました出エジプト記のところでありますけれども、出エジプト記のですね、皆さん先ほどお開きをいただきましたね、13章のところですね、ちょっともう一回開いてみていただけますか。ここもね、はい、115ページですね。はい、もう一回ご一緒に読んでみましょうか。はい、さてよろしいですか。115ページ17節18節ですね。はい、さてファラオが民を去らせたとき、神は彼らをペリシテ街道には導かれなかった。それは近道であったが、民が戦わねばならぬことを知って後悔し、エジプトに帰ろうとするかもしれないと思われたからである。神は民を葦の海に通じる荒野の道に迂回させられた。イスラエルの人々は隊伍を整えてエジプトの国から登った。さあ、ここのところで面白いですね。18、神は民を
足の海に通じる荒れ野の道に迂回させられた。迂回するということはですね、決して私たちの望むところではありません、ね、遠回りなんですから。しかし実は神様はその迂回を通して私たちを、彼らをですね、本当の真実のその自らがたどり着くべき土地へと導かれていく。私たちは自分たちの価値観の中ではこうであってほしいということをいつも願っていきますが、しかしそれとは別にですね、私たちは神様の恵みの中にですね、迂回ということをちょっと私たちの人生の中にですね、ちょっととどめておいていただきたいと思うんですね。そして考えてみると、私たちはやっぱりね、あの時ああでなかったらな、この時こうでなかったらなって、こんなふうにね思いますでしょう。しかし神様はそのところを通して今の私を作り上げてくださったということ。その時がなければ私は私ですらありえなかったということなのではないのだろうかと思いますね。人生のマイナスと思えるその一つ一つがですね、神様の、そこもまた神様の御手のうち、昔の賛美歌にここも神の御国なれば、 今はねちょっと言葉が違っていますので私はあんまりね、あれですけど、ここも神の、いや、どんなところも神様の御国、天国ですよ、ね、神様が共にいらっしゃるところ、そしてここにこそ神様の恵みが表されていきます。そのことをよく分かりやすく言ってくれたのが、ローマの信徒への手紙の8章の28節、皆さんたちがきっと暗記なさっているだろうと思いますね。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っている。昔の訳では、すべてのこと愛働きて益となるを我は信ず、こういうふうに、どんなことも私たちにとってね、マイナスと、それは今の私にはそう思えるでしょうが、しかし実はそこは神様の許したもうところだということです。ですから私たちは考えるときに、ああこのことって、私なんかいつもそう思うんですけれどもですね、あ、いや、ここに神様のお心が働き、いや、そしてさらに言えばですね、ここに神様は御国を建設してくださる、そのことを聖書は私たちにですね語っているのだろうと思いますね。ですから迂回を恐れないことだ、大丈夫なんですね、大丈夫ですよね。聖書を見るとですね、そうやって聖書を見ていくと、まともにですね、こう直線的にですね、思うがままに人生を歩んだっていう人は一人もいないですね。モーセだってそうでしょう、もちろん。アブラハムにしてしかりでしょう。ダビデだってそうでしょう。皆さん、そしてみんな、そしてペテロにしてもね、そしてまたパウロにしても、みんなそうなんですよ。しかしそのところで神様はどんな場所でも、そうでしょう、先ほどのあのところでも、あの荒れ野に逃れていった、その荒れ野の場所がですね、ヤコブはそこで天使が上り下りするのを見た。で彼は言うんです、ここは天の門だって、こういうふうに言うわけです。皆さん、私たちはね、どっかに行けば天国があるんじゃないんです。神様の御心は、神の国はあなた方のただ中にあると、以前の訳では書いておりましたけれども、あなた方の間にあると今は書いています。私たちの関係の中に、私たちのいるそのところが天国になりますよ。いや、そのところに神様は御国を来たらすのですよ。
ですから私たちは死の祈りで御国を来たらせたまえと祈るのは、今ここに御国を来たらせてください、こういうふうに祈っていくわけです。ですから私たちのね、この思いをこう外していくとね、私たちの思い込みを外していくと、そこに神様の恵みが現れてくる、そのように思いますね。こうであったらという中にではなくて、こうなってしまったにもかかわらずですね、さらにもうちょっと言う、こうなってしまった、いやそれゆえにというふうにも言うことができるでしょうか。こうなってしまったにもかかわらず主は祝福してくださる、いやこうなってしまった、それゆえにこそ神様はこのところでご自身の御業をなされると、そのようにして理解していったら、私たちは全くね、違う信仰の世界、新たな命の世界をそこに見ていくことができるだろうと思います。私たちは神の御子は、ね、賛美歌にもありますね、黄金のゆりかご、錦の産着ぞ、君にふさわしきよという、あのクリスマスの賛美歌がありますね。イエス様がお生まれになられるのは、黄金のゆりかご、錦の産着がイエス様にふさわしかったのに。しかし、あの私たちの主であるイエス様はどこに生まれたかというと、貝羽桶の中に生まれたのです、ね、そこが天国になるためですね。そこには何があったか、天使の喜びの賛美があったのです。今私たちは自分たちの思いとは違うところにある、ね、マリア・ヨセフ、そしてあのマリア・ヨセフ、ね、大したことのない人だったようですよ。その辺にいる一応のね、女の人、そしてまた人から言われるとね、会員の子を身ごもった女としてだって考えられることができるわけです、当時のユダヤの律法においては。しかしそこに主はお生まれになった、ね、そしてさらに考えてみますと、皆さん、そのマリアが、ね、ヨセフが子供をね、イエス様を産んだ後で7歳の時にね、宮に行ったこともちょっとだけルカによる福音書に書いてありますけど、皆さん、イエス様には空白の30年間ですよ。あの生まれた時からあのイエス様が2年に満たないとも聖書学者は言います。3年という人が、大体の通例でありますけれども、その間の30年間全くそんな必要があったのでしょうか。私はね、イエス様も迂回されたと思うんですよ。必要のない、私たちが考えればすぐにね、そこで何らかのことが起きてくるはずなのに、ですからそういうのが外転義転の中にね、いっぱい載ってるわけですね。死んだスズメを捕まえてね、こう手に取ったら飛んでいったとかね、いろんなのがいっぱいあるんですよ、外転や義転の中にはですね。しかしそうではなくて、ずっとイエス様はそこで、ね、ご自身が大工の仕事をし、そしてさらに、出てきた、ね、その時にどうしたのかというと、そこで今日の聖書の箇所で言うと、荒野の40日間があったわけです。悪魔に試みられるためだ。いや、イエス様だったら必要ないでしょうね。ね、私たちは自分たちの都合のいいように事柄を考えていきますけれどもですね、そのこのところにも、いや、イエス様だったら必要なかったであろう荒野の40日、ね、野獣と共にいたとまで書いてある今日の聖書の箇所ですよ。しかし面白いですね、何書いてあるか。そこで天使たちが、ね、仕えていた書いてますよ。皆さん、私たちは今この私たちのさまざまなところで何を見るかですね。天使が、ですから天使がそこで仕えている姿を
私たちはですね、知ることができる世界を与えられている。そしてまたそれだけじゃなくて信じることができる。だっていろんなことがあった時に私たちは祈ります。その時に主がここにいてくださるということを信じて祈るのが祈りでしょ。あなたがここに来てくださって私を助けてくださることを信じます、ありがとうございます、とこんなふうにして私たちは祈ってまいります。さあ、聖書をそういうふうにしてですね、ちょっと見てみますとですね、まあ迂回で満ちているわけですよ。あそこ、海の、川で取る迂回ではなくてですね、こう回り道で満ちているんですよ。全部回り道ですよ。でその迂回そのものをどのようにして捉えていくか、エリアも列王記の中でですね、彼が追われていく、そういう中でですね、もう彼はヘトヘトになってしまう。しかしその中でですね、天使の守りの中にいたことを聖書は告げています。さあ、私たち今一度ふっとね、心を変えて、あなたは迂回の自分で見て、ああこうだったらよかったのに、あの時こうだったら、そんなふうに思うことがあるかもしれません。しかしそれは愛する私たちの信仰の先達がみんな通ってきた道です。しかしそこである時彼らは目が開かれていきます。ここに主が共にいてくださる。あなたの人生の中で最も大変だと思われたそのところにね、そのところをちょっと思い出してください。あなたはどんな時大変でしたかね、ちょっと目を閉じてですね、考えてみましょう。そうすると私たちは今このようにして信仰を与えられている、その恵みを覚えながらその時を思い出すと、そこにね、それこそダニエルが、ね、獅子の口を塞がれた主が共にいたように、イエス様が共にいたということを覚えることがきっとできるだろうと思います。そればかりか、さまざまな状況の中で主がここで私を召しておられるというその声をも聞くことができるだろうと思います。我が愛する子よとの呼びかけを、その中で私たちは聞くことができます。こうなればが最短距離なのではなくて、実は今が祝福の最短距離という迂回の中なのです。迂回の中にいると思われるそのような人たちは、いや今ここに主がいはおられると心を澄まし、耳を澄まして、そして本当に信仰の目を開いて見ていくときに、そこにイエス様が、神様が共にいてくださることを知るのではないかと思いますね。迂回と思われる一番の場所が十字架でしょ。神の子として来られたイエス・キリストが殺されるなんていうことは、もう永遠に時は過ぎ去ったかのように思えるそのところに、神様は救いを、最も確かな動くことのない救いをそのところに打ち立ててくださった。聖書はそのようなメッセージで満ちているように思います。主が共にいてくださる。さあ、私たちはそのことをね、覚えていきたいと思います。ああちょっと遠回りだなと思えるその中にこそ、私もね、そういうことを最近本当に、ああそうなんだな、ああそうか、そのことを通してかね、そのように感じることがよくあります。皆さん、私たちはですね、イエス様ですら霊によってね、荒れ野に追いやられたんですから、皆さん、私たちがいる場所に
主が共におられないはずはない、ね、ああ遠回りだな、こんなこと何になるってそう思える中にイエス様が共にいてくださって祝福を与えてくださる。どうぞそのことを覚えて、主ここにいます、すべてのことは共に働いて益となる、ね、迂回の中に、そう今私がこのところで困難と出会い迂回していると思えると思ったならば、主はこのところで私を召しておられるということを覚えながら歩んでいけたら、そんなふうに思います。私たちはいつも神様の愛の中であるということを覚えながら、そうあの時、一番あの時にイエス様が共におられた、ね、あの石を枕にして寝ていたあのヤコブがですね、本当にそのところでここは天のもんだというふうに言ったように、私たちもまたそのような主の恵みと出会うようにと導かれていることに感謝しましょう。しばらく目を閉じて神様との交わり、そしてああなんでこんなことが、いやそのところにね、神様はそうあなたに語るために、いやそここそが祝福のその場所であったということ、そして今がそうであるということを覚える時としたいと思います。